どうも、達也です。どうですか？皆さん、ちょっとずつね、元気になってきているかなと思います。さて、今回ね、特に意味はないんだけども、なんだかちょっとね、楽しいなと思えるようなことっていうのを大切にね、してあげてほしいなと思います、ね。そういうお話をね、していきますね。で、この、なんだかちょっと楽しいなと思えることって、まあ、自分にしかね、わからないので、で、かつ、それになんか意味はないんだけどね、とか、意味はないんだけども、こう、なんかちょっと楽しいというか、なんか好きなんだよなって思えるようなことって、結構、自分の、なんでしょうね、体の中から結構、好きとなるような何かしらのね、要因があったりとかすると思うし、まあ、そういうことも気にせずに、なんだか自分にとって、どんな些細なことでもいいんですけど、これが結構やってて落ち着くなとか、楽しいなとか、ね、なんかワクワクするなっていう、そういうことっていうのを大事にしてあげてほしいんですよね。で、なんでしょうね、こう、すごく辛い状態が続いている時ほど、そういう些細な、その世の中にね、左右されずに、自分にとってこれは結構なんだかよくわからないけども、なんだか好きだなと思えるようなことっていうのをね、どんどん、自分自身でちょっと守ってあげてほしいし、大切にしてあげてほしいなと思います。やっぱね、自分の中で、なんでしょう、そういう感覚って、やっぱり出てきているものなので、何かしらのね、反応は起きてるんだと思います。ね、もっと言えば、その自分にとっての楽しさっていうのと、人にとっての楽しさとかワクワク感って、やっぱり別なものだし、そういう自分の中から出てくるような感覚っていうのを大事にしていってあげないと、自分が辛い時にもう周りがこういうふうにやってるからやらないといけないんだとか、ね、こう世間一般がこうだからっていうふうに世間一般の感覚にだけ合わせすぎてしまうと、自分の気持ちをね、とか自分の体調とか自分の感覚っていうのをこう捨ててしまうようなことに、捨ててしまうっていうと大げさですけども、つながってしまうと思うんですよ。まあね、こう、いろいろこう、今こう、ね、本があったりしますよね。で、こういう、なんかこう、これはまあ、脳に関わる本ね。で、これはまあ、健康に関わる本だとか。これは、ね、認知行動療法的なね、ものに関わる本なんですけど、こういう本を、こう、なんとなく、意味はないけど、読むっていうのが結構、好きだったんですよ。なかなかこう理解できるものではなかったりするんですけどね。けど、こういうなんかちょっと気になってなんか面白いなっていうものをこう続けていけば、やっぱりそれなりに知識も積み重なってくるだろうし、上達するだろうし、ね、皆さんにもそういう何かこう、人には伝わらないんだけど、自分の中でなんかこう、やってて楽しいなと思えるようなことっていうのをもっともっとね、大事にしてあげてほしいんですよね。ねこうやってね、よく僕はこう、ストレッチをしたりとか、呼吸のトレーニングをしたりとかね、筋トレをしたり、こう、いろいろ書いたりとか、ね、映像を作ったりとかするんですけど、そういうのも、やっぱり楽しいから、こう、続けられているんですよ。瞑想っていうと、瞑想っていうとあれですけども、自分のことを観察する、目を閉じて、ゆっくり呼吸しながら、自分の体どういうふうに動いているかなとか、頭の中にどういうことが出てきているのかなっていうことを観察するっていうのも、僕は結構最近面白いと感じているんですよね。で、そう面白いと感じるからこそ続けられたりするし、もっとどうなっているんだろうと感じることもできるんですよね。ね。で、実際にね、なんでしょうね、皆さんが、そういう、どんなことに、どういうふうに思うのかっていうのは僕には、わからないんだけども、皆さん自身何か、ね、あると思うんですよ。ちょっとでもいいし、なんだろうな、こう、人にはなんか言いづらいんだけど、こういうのが結構好きなんだよねとか、理解されないと思うけどもって思ったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、そういう小さなことでもちゃんと大事にしてあげてほしいし、それと向き合う時間っていうのもね、意図的に作っていってあげてほしいと思うんですよ。ね。そうしていくと、自分の、なんでしょう。そういう時間って結構ストレスの、
まあ低減にもつながったり、ストレス発散にもつながったりとか、それこそすごく集中して物事に取り組めるからね、その集中力の強化っていうわけじゃないですけども、にもつながったりっていう、自分の成長にもつながるんだと思います。自分のメンタルヘルスの改善とかにもね、つながると思います。実際、そういう、手作業をするっていうこととか、何かに没頭するっていうことが、その治療の間でも使われていたりっていうところもあったりするようなので、そういう何か自分が好きなことに向き合う時間っていうのをちゃんと確保して、大切に扱ってほしいと、最近よく感じるんですよね。確かに、何でしょうね、そう、心にこのメンタルの調子をもうちょっと良くしたいと思ったりとか、皆さんの調子を、整えるって言うとあれですけども、より良いものにするには、どうしたらいいのかなって、こう、いろいろ考えたり、学んだりするんですけど、結局、皆さんが何か楽しいこと、自分にとって楽しいと思えるようなことをしているときって、割と元気だったりするんですよね。ね。で、この、チャンネルのタイトルが、健康とかっていうタイトルじゃなくて、元気っていうタイトルというかね、そのチャンネル名にしてあるのには、そういう意味合いもあって、別に健康がどうこうというよりは、皆さんが各々楽しいなと思えて何か取り組んでいるときは、それこそある意味心も健康だろうし、体もウキウキしているだろうし、ね、体中というかその体内のドーパミン系も結構こう活性化していて、その、いろいろアクティブに動けたりとかね、するだろうし、その時はきっと表情も柔らかくなってるだろうし、体の緊張感っていうのもほぐれてたりとかね、適度にほぐれてたりとか、すると思うんですよ。っていうふうに、皆さんそれぞれがこう楽しいなと思えるような時間を伸ばすということが、皆さんの健康やメンタルヘルス、ね、につながると僕はこう、常々感じるんですよね。こうね、よく自然の中に僕は行くんですけど、まあ街の中もよく歩くんですけどね。歩いて何かを観察して、こういうカメラとかでこう、動画を撮ったりとか写真撮ったり、それについて発信したりしてる時っていうのはすごくこう、没頭して集中できて、その間はやっぱりね、ある意味、頭の中が空っぽになってたりするんですよ。その物事に没頭してるから。で、その、自分が何かに物事に没頭してる時っていうのを時ほど余計なことが考えづらかったりとか、なんでしょうね、将来に対する不安とか過去の過去に受けたことに対するなんでしょうね、そういうまあ悲しい気持ちとか恥ずかしかった気持ちみたいなものを思い出す時間っていうのもぐっと減るだろうしね。そういうふうに今没頭できる時間っていうのをね、増やしてあげたら、将来に対する不安と、過去からの怒りみたいなもの、この両方がね、こうクッと減って、今に没頭する時間が増えるわけですから、その時、何かに没頭してる時は頭の中も空っぽだろうし、っていうふうに、ストレスのね、その間はストレスの発散にも使えると思うんですよ。ね。で、もっと言うと、そういう何々だからって今までこう、ずっと話してきましたけども、何々だから、ストレス発散のために自分の何かを自分が没頭できる時間を確保するんだとか、ストレス発散するためにとかっていう、その部分っていうのを考えすぎちゃうと、逆にそれに、本来好きだった物事に集中できなかったりすることもあるので、そういったことを一旦忘れて、好きだからやる。ね。没頭するっていうその感覚っていうのをね、大事にしてほしいんですよね。でこう、なんだろう、頭でっかちにならずに、何々だからやるんだというよりは、好きだからもやってる、ストレス発散のために何々するっていうよりは、どっちかっていうと、まあ好きだから自然とそれをやってるという感覚ね。じゃないと、やっぱり何々の効果を、例えばストレス発散の効果を期待し何々をしたんだけども得られなかったっていうのが続いてしまったりすると、それこそこう脳の学習によってこれはあんまり意味がないんじゃないかとか、その効果が得られないんだったら自分の好きな物事とかっていうのをこう、なんでしょう、
にやっても意味ないんじゃないかとか、そう効果が得られないからっていうふうにこう悪循環に至ってしまうこともあったりするんですよ。うん、もちろん筋力をつけたいとか体力つけたいんだったら運動する必要はあるよねと。で、そういうふうに体を作る時間を用意するっていうのも大事だろうし、頭の中の物事を紙の上に書き出す時間で、そしてそうやって、頭の中のことを整理する時間っていうのもあった方がいいだろうし、で一方でさっき言った自分の趣味の時間、自分の好きなこと、些細な物事だけども、なんかいいんだよねって思ってる時間を増やしてあげるっていうのも、それぞれね、別に考えてやっていくと、ものすごく割り切って物事を考えられたりとか、ね、筋トレをすると体を鍛えるために筋トレをするっていうのはやっぱりこう、目的があってやるわけじゃないですか。で、紙の上に書き出すっていうのもやっぱりこう、ある種の目的があってやろうと。こういう目的があってやる、物事に取り組む時間と、目的はないんだけどなんか好きなんだよねっていう、この、こういうね、ちょっとカテゴリーを分けて、種類を分けて、いろんな物事に取り組めると、もうちょっとストレスを減らせると思うんですよ。うん。よく、なんでしょう。趣味を仕事にすると楽しくなくなるよっていうね、そういった話を聞きますよね、皆さんね。それはやっぱり好きでやってたことに対してそうやらないといけないとか、プロになるにはみたいなね、それでお金をもらうためには、稼ぐためにはとか、人から注目を集めるためにはっていう別の要素がいっぱい混じってきちゃうと、やっぱり自分の中で期待値の差分っていうのがね、生まれてしまったりとか、要するに、ここまでは受けると思って作ったけど受けなかったとか、今までは好きで作ってて、なんかこう、良かったんだけど、受けるために作り出すと、受けるために作った、発信した、でも受けなかったってなると、作る意味がないじゃないかって感じられたりもするので、そういういろんなね、今までは自分の中で終わっていたことが、自分が好きでやっていたことですよ。自分の中で終わっていたことが、それではなく、他の人の評価にさらされるっていうものが入ってきたりとかしてしまうので、ちょっとそれがストレスになってしまったりすると思うんですよ。なので、好きなものをする時間は好きなものをする時間で、しかもそれは、まあ、自分の中で終わっていたらいい、完結していたらいいと。そしたら世の中がどうであれ、自分はそれが楽しいからやってる。楽しいからやってる時間っていうのは、自分にとってストレスを軽減したりとか、ストレス解消になったりとか、不安や恐怖心の解消になったりとかね、するだろうし、その間はやっぱりリラックスしているだろうし、楽しいだろうし。で、一方で世の中と接する時間っていうのも作ったらいいだろうし、っていうふうにこう、住み分けしてね、物事を考えられるようになっていくと、考えられるって言うとあれですけど、取り組めるようになっていくと、もうちょっとね、生きていきやすくなるんじゃないかなと思います。で、自分のこと、あとはね、その、自分の好きなことがないんだっていうパターンありますよね。結構ね、何気にあるかもしれないんですよ。で、そんな時は、ちょっと、なんでしょうね、環境を変えてみたりするのもいいだろうし、こういう、本屋さんがあったりするんだったら、本屋さん覗いてみて、バーッと歩いて、見てみて、あ、なんか面白そうだなって、なんだろうって、その、頭の中にクエスチョンマークがついたり、びっくりマークがついたりね、したものをちょっと手に取って、こうね、パラパラパラっと見てみる。特に意味はないんだけど、なんかこう目についた。それは青い表紙が目についたとか、こう、人の顔が目についた。頭を空っぽにするって何とか、瞑想って何とか、例えば相手は変えられないならば自分が変わればいい。どういうことだろう、何でもいいんですよね。不老長寿ね。なんだこれはって。こう、何でもいいんですけども、自分の目につくとか、興味を引くということは、きっと自分の中にそれに反応するだけの何かがあったりすると思うんですよね。そう。そこに意味を求めなくてよくて、ただそれを目についたらこう取って、なーんとこう眺めてみる。そしたらその中に、おお、こうなんか面白そうだなっていう、その自分の中で反応する部分があると思うんですよ。そしたらそれをまた深掘ってみて、
なんか脳って面白いなと思ったら脳についてもっとこう学んでいけばいいだろうし、ね、こうサイエンス科学って面白いなと思ったらどん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 突き進んでいけばいいだろうし、全然関係ないですけども、ね、こうはい、カメラ面白いなって思ったら、あ、この写真何って思ったら写真について学べばいいだろうし、ね、この場所どこだろうと思ったら場所について探してみたらいいだろうし、ね、で漫画描くのもいいな、漫画好きだなと思ったら漫画のもうちょっとあるところにね場所を移して漫画を探ってみるでもいいだろうしっていう風に、何かこう自分が反応するね、どっかいろんなとこ移動してみて外部に反応するところっていうのをちょっとね、見てみる、探してみるっていうのも面白いかもしれません。でその中でいやこんなことを学んでも仕方ないよなとか、こんなのに興味持ったって仕方ないよなって、思わずに、ただただそれを、なんでしょうね、その知見に触れてみてほしいんですよね。うん。その時はね、何に役立つとか、そういったことはわからないんですけど、いつか役に立ったり、立たなかったり、その、ね、こういった、まあ脳について学んでるけど、例えばですよ、脳について学んだと、なるほど、脳ってこういう風になるんだな、何かを取り組むと脳の中の神経が育つんだな、シナプスの結合が、で期待しすぎると、うまくいかなかった時に脳はこういう反応するんだなとかっていうのが分かってると、別に脳について詳しくなっちゃう、脳について脳科学者になれとかそういう話じゃないんですけど、何かに取り組むとき、練習、何かに練習するとき、どうすれば脳に覚えさせてあげられるんだろうかっていうふうにも使えたりとかね、他の人の相談に乗るときも使えたりとか、あーとかこういろんなふうに使えるんですよね。そう、どこに使えるかわからないんだけども、その道具ね、大工さんの使うプラスドライバー、マイナスドライバー、大工さんは使わないか日曜大工で使うプラスドライバーとマイナスドライバーが持ってたら、どこかで使えるわけですよ。ああ、ここはまあプラスドライバーでねじねじできるな、締められるな、ここはマイナスドライバーでこう締められるな、でそれはプラスドライバーとマイナスドライバーっていうものを知ってるからその時に対応できるんですよね。他にもこうトンカチがあって、トンカチがあればここを直せるのになって感じられるのは、トンカチというものを知ってるし、トンカチという名のトンカチというものの使い方をなんとなく分かってるからなんですけど、そういったものが何もなければこう手でかくってね、こう叩くのも痛いし、あーってこうなかなか問題解決できなかったりするんだけども、こういうふうに何かを知ってる、特にその時は意味ないんだけどもっていう知識には、そういうどこかで、あ、これあの時に知ってた知識使えるなっていうのも、あるわけですよ。ね、なので、すごく遠回りした話にはなりましたけども、自分が何か好きだなって思うことをなんとなくやっておくっていうのは、そういういろんな回り回って自分のためになったり、誰かのためになったりしたりすると僕は思います。ね。これからね、の生活で必ずと言っていいほどきっと AI っていうものが絡んでくると思います。ね。で、そんな中で、昨今言われているのが、ね、そんなの AI でやりゃいいじゃんと。ね、絵とか描いたって意味ないよってこう言われたりとか、文章書いたってとか、映像作ったってっていうことはまあ言われるんですけども、それは、まあ、ある種、なんでしょうね、そうとも考えられるんですが、そうじゃないとも考えられるんですよね。あくまでその最終的なアウトプット作った、世の中に出した時にそれが AI の先作った作品と比べてどうこうっていう話だったりとかするだけの話なんですよね。だけって言うとあれでかあれですかね。けどそれを作っている最中の自分の身体的な、働き、手をカメラを持って何かを撮影するんだったら、カメラを手に持ちました。で、持って、こうやって構えて、こうかな、ね、こう、被写体を追いかけるのには、で、レンズどんなのかな、カシャって、その身体的な活動っていうのは、やっぱりこう自分の中の、それこそ脳に影響があったりとか、メンタル面に影響があったりとか、新しい発想につながったりとかっていう、ことが考えられるんですね。身体的に成長したりとか、変化がある。絵を描いたりもそうですけども、こう描いている時っていうのが、やっぱりこの状、描いている時の状態になるためには描くしかないんですよね。で、
まあ、他にもね、それこそゲームしたりもそうですけども、ゲームしているその感覚に身体性を持って体験するっていうのは、やっぱりこう、ゲームするしかないんですよね。そういうふうに、この体験っていうのが結構人間にとってとても大事だと思われるので、最終的な、何でしょうね、世の中に受ける、受けないです。とかは一旦置いておいて、好きだからやる。やってみたい。やってみて、なんかこう、体がワクワクしたのであれば、反応したのであれば、それにちょっと取り組んでみて、そういう時間を大切にしてあげてほしいと思うんですよね。ね。やっぱりこう、最近だと、結局、評価されなきゃ意味ないよねっていう話が結構出てきてしまうんですけども、それはそれ。なんです。それはそれ。で、でも好きだからやってる。これはこれ。別物だと思っていてくださいね。そのちっちゃな方、自分の感覚がこれはなんか楽しいと思ってるよっていう時間っていうのを、ちょっとずつちょっとずつ大切に大切に確保して、その間に自分がこう、ある種元気になっていってもらえたらなと思います。ね。何でもね、そう、なんでしょう。何かね、取り組む前って、どうしても動いてないから、楽しくなかったりするんですけども、何かに取り組み始めると、楽しくなったりとか、するんですよ。何か取り組み始めてさえしまえば、いろんな物事が、体の中でもそうだと思うんですけども、動き始めると思うので、とりあえずね、なんか、最近ちょっとしんどいなって思うのであれば、なんか過去にやってきた自分が楽しいなと思ったことっていうのにとっととね何も考えずに、試してみるっていうのを結構おすすめしますね。どうですか皆さん、ね、今辛い方で今こう、ね、夜眠れないよとか、すごい不安がいっぱいだとか、頭の中がすごいね反数思考だったりとか、侵入思考みたいなもので、あと考えたくないような物事がいっぱいこう頭に出てきちゃうよっていう方もそうだと思うんですけども、それと向き合う時間はそれと向き合う時間だし、そうじゃない時間っていうのも設けて、昔やってた楽しかったなと思えるものに取り組んでみたり、新しいことに挑戦してみるっていうのもいいだろうし、何かね、行動してあげたらいいんじゃないかなと思います。実際、多分何もしていない時の方が人間結構不安になったりすると思うんですよね。ぼーっとしてる時。それはやっぱり脳の働きからもデフォルトモードネットワークの、動きが強くなって、ぼーっとこう、なんでしょうね、昔あったことが頭をよぎったりとか、これから先のぼんやりとした不安っていうのがね、自分の中に出てきたりとか、あの時はこうだったなとか、これから先こうなっちゃうのかなっていう不安なものも出てきたりとか、ある種、なんでしょうね、ある種じゃないですね。そういう時にこそ、こういろんなものが出てくるからこそ、新しいアイデアがね、頭の中でポンと生まれたりとか、急にね、ひらめいたみたいな感じですよね。のが出たりとか。そういういろんな要素はあるんで、まあ、別に悪いことではないんですけども、その時間がちょっと辛いなって思う人は、その中で自分の趣味の時間を使ったりとか、ちょっとハードな運動してみたりとか、絵を描いたり、ゲームしたり、なんでもいいですけどね、何かに取り組むっていうことをね、やってみてほしいなと思いました。はい。これからね、6月、7月と、どんどんと、暑くなっていくと思います。どん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 暑くなっていって、まあ、家にこもることも増えるだろうし、はたまたこう外へ行くこと、海とかね、そういったアウトドアに出かける方々もいらっしゃると思うんですけども、ね、梅雨の時期とかは特にそうで、まあ家にこもることが増えると思うんですけども、雨とかね、線状降水帯とか最近すごいですけども、そんな時にちょっとこう家の中でぼーっとしてると辛くなってくるっていうパターンはあったりすると思うんですよ。そんな時は家の中で、自分がリラックスできる曲をかけたりとか、自分がちょっとね湿度を除湿しながら家の中でヨガをするとか、ちょっと伸びをしたりガーッとね、つってこうちょっとした伸びをするとかね、ストレッチをするっていう、ちょっとこう体を動かしてみるっていうこともね、やってみてほしいんです。体をちょっと動かすということ。
結局、人間こう体を動かしてた方がある程度リラックスできるので、ちょっとねそういった時間っていうのも見つけてみて、自分にとってこう体を動かす趣味みたいなものも見つけてほしいなと思います。ね、何でもいいんですよ本当に。体を動かす、それはストレッチでもいいし、ヨガでもいいし、スクワットでもいいし、筋トレでもいいし、テラピスみたいなものでもいいし、なんでしょうね、その他ダンスでもいいし、ゲームでもいいですよ、あの任天堂の Wii Fit みたいなものでもいいし、本当に何でもいいんですけども、ちょっと体を動かす趣味みたいなものを1個持ってみて、でそれ以外の趣味も持っちゃったりとかして、いろんなこう本当に自分に合ってるかなとか合ってないかなとか考えずに、とりあえずもうその物事に取り組んでみる、どん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 試してみる、試して合う合わないを探してみるとか、なんかね、そうやって、あ、なんか結構いいなと思ったらそれを続けてみるとかね、いろいろ試してみてやってみて、自分によっと自分になんか合ってるなと思ったらそれをこう取り入れていくね、バイキング、ホテルのバイキング、朝食のねバイキングじゃないですけども、食べてみて、あ、じゃあ見てみて、朝起きて、あー眠たいなーってこう起きてね、バイキング行って、うん、あ、なんか美味しそうだなって思ってこう取るね、こう眺めてみる、これ美味しそうかな、これはいらないかもってこうちょ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 っと取っていって食べてみる、あ、美味しいなと思ったらなくなったらまた取りに行って食べてみるっていうのと同じです。とりあえず試してみてください ね、案外皆さんがなんだろう、こう脳を勉強してみたら面白かったり、写真撮ってみたら面白かったり、案外絵描いてみたら楽しかったりとか、それこそゲームしてみたら楽しかったりとかね、将棋オセロとかヨガとか、何でもいいんですよ本当に、何でもいい、これが正解ってことはないのでね、ちょっとずつ自分の中でそういったいろんなものを試して、その中から自分にとってこれだったら大丈夫かな、これだったらいいかな、これ好きだなって思ったらそれを続けてみてくださいね。はいね、またこうちょっと雑談っぽい話にはなってしまったんですけれどもね、こういうの、なんでしょうね、すごいリラックスした状態で動画も撮らせていただいたんですけども、そういうなんでしょう、こう無理に頑張るという、まあ頑張る時間は作ってもいいんだろうけど、それ以外のね自分の趣味をじっくり撮る時間っていうのもね確保してあげてほしいなと思いました。はい、では、今回もお別れする前に呼吸法をね、5回だけやってお別れしようかなと思います。やり方はね、とても簡単なので、ぜひ、ぜひね、ここから試してみて、ください。不安な方とかは特にね。やり方はとても簡単で、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと、長く、優しく吐きます。っていう感じです。このゆっくり長く優しく吐くというのがとても大事なので、ね、ぜひぜひこの吐く時を、吐く感覚に注意を向けながらゆっくりと長く吐いてみてください。いきますよ。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます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 。最後にもう一度鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。
少しね、リラックスできたかなと思いました。そしたら、今リラックスできた感覚っていうのは自分でね、ちょっと観察してみて、触ってみたりでもいいですよ。ちょっと落ち着いたなっていう感覚をしっかりと味わって、理解して、体験を通してね、理解して、それを今後ね、ちょっとずつ再現、ね、繰り返すことで再現してあげていってください。そしたら、ちょっとずつ呼吸法も上達するし、自分で自分のメンタルを保つ方法っていうのもわかるだろうし、そういう恐怖心に怯える自分っていうものの背中をね、ガッと支えてあげられたりする。そんな自分を育てていってあげられると思います。ではまた、この場所でお会いしましょう。またね、ちょっとずつね、良くなると思いますので、自分のちょっと楽しいな、とか思える時間っていうのをね、確保してみてください。ではでは、大丈夫です。